皆さんこんにちは、森拓磨と申します。皆さん海洋掘削リグとは何ぞやと思っていらっしゃるかと思いますが、実は皆さん一度はご覧になったことがあるはずです。映画アルマゲドンをご存知でしょうか。アルマゲドンの中で巨大隕石から地球を救ったあの屈強な男たち、彼らが働いていたのが海洋掘削リグです。その海洋掘削リグから小型ロケットの海上打ち上げを行います。と言いますのも、近年小型衛星の需要が高まっています。2018年から2030年までの間に世界中で1万7000機の小型衛星が打ち上げられます。この時に衛星会社がロケット会社に支払う打ち上げ代金の市場規模、これが13兆円です。しかしここに一つ課題があります。それはロケットと打ち上げ場の不足です。既存の打ち上げ設備ではその成長率を加味しても需要の半分しか打ち上げることができません。したがって 6.5 兆円分の供給不足が発生しています。そこで今世界中で小型ロケットの開発が行われております。私世界中4社の小型ロケット開発会社を訪問して取材してまいりました。その結果全ての会社が打ち上げ場が足りていないと言っていました。そして世界中で打ち上げ場を探しているんです。ではどこから打ち上げるか。海から打ち上げます。こちらが海洋掘削リグです。最も小さいリグでもこれだけのスペックを持っており、一方小型ロケットはというとこの程度、余裕で打ち上げられます。ではなぜ私たちがリグに注目したのかといいますと、実は私たちリグオペレーションのプロフェッショナルです。現在もカタールで私リグ乗船勤務をしております。そしてチームメートの山田は UAE でリグに勤務しております。ではなぜ今海上打ち上げなのか。それは今世界中にリグが余っているからです。2015年に石油の価格は3分の1に暴落しました。そのおかげで今なお 40% のリグが世界中で待機しています。これらのリグが3億円以下で手に入ります。事業内容です。この世界中に余っているリグを日本に持ってきて日本に設置します。そして世界中からロケットを日本に集めて海上打ち上げを行います。そしてそれを新たな観光資源としてエンターテイメント化します。さらにはこの特殊な打ち上げ場を広告塔としてスポンサーに提供いたします。ロケット打ち上げの際に報道されるのは映像だけではありません。必ず打ち上げ場の名前が一緒に報道されます。これリグの命名権としてスポンサーに提供いたします。事業計画ですが、2019年にもリグを日本に設置します。そして2020年に観測ロケットで実証実験を行います。小型ロケットよりさらに小さなロケットです。そして2021年から小型ロケット、衛星を軌道に投入するロケットを徐々に打ち上げていきます。そして打ち上げが安定してきて、このような事業計画を実現すると初期費用を4年で回収することができます。最後になりますが、今世界中にリグが余っていて打ち上げ場が足りていません。今がチャンスです。世界中のロケットと衛星を日本に集めます。そして日本を宇宙開発の拠点にしたいと思っております。そのために必要としているのはたったの 6.3 億円です。私たち巨大隕石を破壊することはできませんが、リグのオペレーションができます。皆様と一緒にこの未来を実現したいと思っております。ご清聴ありがとうございました。